以後第177潜水艦は、第2本帝国海軍の潜水艦、E176 型潜水艦の2番艦である。1943年5月14日、オーストラリア大陸東海岸で行動中に、連合国の病院船を魚雷攻撃で撃沈、国際問題となった。病院船ケンタウロス撃沈を描いた、プロパガンダ広告。 以後第177潜水艦は1941年3月10日、川崎造船所で寄港した。同年12月20日、浸水する。1942年12月28日、浸港した。1943年2月25日、日本海軍は第22潜水隊を編成した。3月30日、本艦はクレを出港する。4月7日、 潜水艦作戦を行う第六艦隊の根拠地、トラック白地に到着した。4月10日、オーストラリア方面からソロモン諸島にかけての産後海で通称破壊作戦を実施するため、両艦と共にトラックを出港、南太平洋方面に向かう。4月26日、クイーンズランド州ブリス弁近海で輸送船団を攻撃し、A 貨物船リメリックを撃沈した。 5月2日、輸送船団を攻撃して、タンカー一石撃沈を報告。5月14日、未明、オーストラリアの病院船ケンタウロスを撃沈した。ケンタウロスは3222トンに過ぎないが、日本海軍の記録では15000トン級貨物船一石合沈となっている。当時の動船には、乗組員、医療関係者、患者など、 合計332名が乗船しており、268名が戦死、生存者は64名であった。5月18日、大日本帝国政府に対しオーストラリア政府のジョン・カーティン首相は、日本軍潜水艦による病院船ケンタウロス撃沈について抗議を行う。5月23日、百1 7 7はドラッグ白地に帰島した。6月14日、 オーストラリア東方海域にて行動すべく、トラック白地を出撃する。だが6月下旬により、ニュージョージア諸島攻防戦が始まり、2隻は交通破壊作戦を中断して、ニュージョージア諸島の紹介に従事した。7月24日、ニューブリテン島のラバウルに到着した。続いて、南東方面部隊に編入され、ニューギニア戦線で苦戦する日本陸軍を支援するための、 潜水艦輸送作戦に投入される。以後、パプアニューギニアのラエ、フィンシュハーフェン、塩などへ輸送作戦を実施した。十一月二十四日、セントジョージ・ミ沖海戦により深島輸送を実施していた駆逐艦三隻が沈没し、百七十七はセントジョージ・ミ沖合で、夕霧生存者二百七十八名を救助した。一九百四十四年一月十五日、 ラバウルを出発18日トラック機20日トラック出港27日に佐世保に帰島した2月15日付で潜水艦3隻は北東方面部隊に編入された3月22日 E177 は佐世保を出港北東方面に向かう3月25日大港に到着した4月11日に大港を出撃 アリューシャン方面で行動したが戦火はなかった。5月27日に大港北島後、6月8日に再出撃、千島列島東方で行動する。この航海でも戦火はなく6月22日に大港北島25日横須賀に到着した。7月7、1 7 7は第34潜水隊に編入された。都市号作戦に伴い、本艦も出撃を命じられる。 9月19日、クレオ出港、フィリピン東方海域に展開した。9月24日、パラオ諸島付近に出撃、以後消息不明となる。10月3日、パラオ諸島北西で、アメリカ海軍のキャノン級護衛駆逐艦、サミュエルエスマイルズの攻撃により沈没した。全、乗組員が戦死した。11月18日、パラオ方面で沈没と認定される。 1945年3月1日、除籍された。激鎮総数2隻、激鎮トン数1万1946トン。艦長たちの軍艦誌438から439ページによる。中川はじめ中佐、1942年9月30日。中川はじめ中佐、1942年12月28日。降りた吉継少佐。 1943年8月30日、渡辺正樹退位。1944年2月23日から10月3日、戦死。